グリコ、森永事件とは、1984年と1985年に、日本の阪神館を舞台に、食品会社を標的とした一連の企業脅迫事件。警察庁広域重要指定114号事件。犯人が、海人21面相と名乗ったことから、海人21面相事件などとも呼ばれる。2000年2月13日に、 愛知生産入り菓子バラき事件の殺人未遂罪が事故を迎え、すべての事件の控訴事項が成立してこの事件は完全犯罪となり、警察庁広域重要指定事件では初の未解決事件となった。1984年3月、江崎栗子社長を誘拐して、身の白金を要求した事件を皮切りに、江崎栗子に対して脅迫や放火を起こす。その後、 マルダイ食品、森永製菓、ハウス食品、富士菓、駿河屋など食品企業を次々と脅迫。現金の引き渡しにおいては次々と指定場所を変えたが、犯人は一度も現金の引き渡し場所に現れなかった。犯人と応募式人物が何度か目撃されたが逃げられてしまったため、結局正体はわからなかった。その他、1984年5月6月。 1985年2月に、小売店で、生産入り菓子を置き、日本全国を不安に陥れた。1984年4月12日に、警察庁広域重要指定事件に指定された。2000年2月13日に、東京、愛知生産入り菓子ばらまき事件の殺人未遂罪が、事故を迎え、すべての事件の控訴事項が成立。 警察庁広域重要指定事件としては初めて犯人を検挙できなかった未解決事件となった。2005年3月に除籍期,期間が経過し民法上の損害賠償請求権が消滅した。企業への脅迫状とは別に報道機関や週刊誌などに挑戦状を送りつけ、毒入り菓子をばらまいて社会一般を騒ぎに巻き込んだことで、 評論家の赤塚幸男から劇場型犯罪と名付けられた。同時期にこの事件と並行して話題となっていた三浦和義のロス疑惑とともに当時の世相として振り返られることも多い。1984年3月18日21時頃、当時兵庫県西宮市に居住していた江崎栗子社長江崎勝久の実母宅に拳銃と 空気銃を構えた二人の男が勝手口を破って、押し入り、道場を縛り上げて、社長宅の合鍵を奪った。二人組はそのまま林家の社長宅の勝手口から侵入、社長夫人と長女を襲い、二人を後ろでに縛って、脇のトイレに閉じ込めた。その後、二人の男は浴室に侵入。長男、次女と入浴中だった社長を銃で脅し、全裸のまま誘拐した。夫人は、 この後、自力でテープをほどいて110番通報。翌3月19日1時ごろ、大阪府高月市の江崎グリーコ取締役宅に、犯人の男から指定の場所に来るよう電話がある。取締役が指定場所に向かうと、社長の身の白金として、現金10億円と、金塊1 0 0ラムを要求する、脅迫状があった。この段階から、兵庫県、大阪府にまたがる、 重大事案として、兵庫県警察本部、大阪府警察本部による合同捜査体制が始まる。その後、犯人の男から電話があり別の指定場所に身の白金を持ってくるよう要求したが、結局犯人は現れなかった。犯人グループが要求した現金10億円は高さ9.5メートルで、重量は130キログラム。これに加えて、 金塊1 0 0ラムでは運搬が困難であり、合同捜査本部ではどこまで犯人グループが本気で要求していたのかえぶかる声もあったが、要求に従ってクリコはそれらを用意した。社長の母や社長夫人が犯人に対してお金なら出しますと言ったにもかかわらず、金はいらんと犯人が答えたこと、身の白金融会が目的なら、 抵抗される可能性が少ない7歳の社長長女を誘拐する方がリスクが少ないのにわざわざ成人男性である江崎を誘拐していることなどが身の代金目的の誘拐としては不可解な点であり、金目的ではなく冤魂が犯行の原因という説の根拠となった。その後、誘拐事件は急展開する。事件から3日後の3月21日14時30分頃、 国鉄職員から110番通報を受けた大阪府、茨城警察署によって江崎が保護された。江崎の証言によると、大阪府設置市の東海道新幹線、車両基地近くを流れる愛川沿いにある治水組合の水防倉庫から自力で抜け出したとされ、対岸に見えた大阪貨物ターミナル駅構内へ駆け込み、居合わせた作業員たちによって無事に保護された。 1984年4月2日、江崎宅に差し出し人不明の脅迫状が届く。内容は4月8日に指定場所へ現金6000万円を持ってくる、要要求。脅迫状には塩酸入りの目薬の容器が同封されていた。4月8日に現金受け渡し指定場所に警察が張り込むも犯人は現れなかった。4月8日には、 犯人グループから大阪の毎日新聞と産経新聞へ手紙が届く。マスコミ宛てに世間一般への公開を前提とした初めての挑戦状だった。手紙には無署名で封筒の差出人名は江崎の名前を使っていた。4月23日、江崎グリコに1億2000万円を要求する脅迫状が届く。 現金受け渡し日は4月24日に指定されていたが、レストランから名神高速道路を空いたサービスエリア、電話ボックスと現金を受け渡す、運転手をたらい回しにし、犯人は現金受け渡しに現れなかった。同日にはマスコミ宛の2回目の挑戦状が送られており、これ以後、犯人グループは、カイジ21面相を自称するようになる。 このネーミングは、江戸川乱歩の小説、少年探偵団シリーズに登場する怪人20、瞑想に由来するものとみられる。5月31日、江崎グリコに3億円を要求する、脅迫状が届く。6月2日に、摂津市内のレストランの駐車場に3億円を積んだ、車を置くことを指示。6月2日、大阪府警察本部刑事部捜査第一家は、 特殊事件係を中心に30人体制で犯人を待ち受けた。後部トランクに忍んだ捜査官がスイッチを押すことによりエンジンをストップできる細工を施された車を駐車場に置き周辺には特殊事件係が展開した。20時45分ごろ駐車場に不審な男が現れそのまま車に乗り込む。後部トランクの捜査官は 無線機のトラブルにより連絡が取れなくなり、予定の地点よりも早くエンジンをストップさせた。特殊事件係の捜査車両数台に包囲され、男は取り押さえられた。しかし、男は犯人から脅されて、駐車場の車に乗って別の指定場所まで運転するよう指示されただけで、事件とは無関係と判明。 特殊事件係の捜査官数人は、男が行く予定だった指定場所に捜査車両を急行させると、不審車両1台が走り去ろうとしたため追跡。ところが、国道1号線の交差点で見失ってしまう。6月26日、犯人グループからマスコミに挑戦状が届き、子供泣かせたら、わしらも困る江崎栗子許したると、 江崎グリコへの脅迫収束宣言をする。この挑戦状で犯人グループはヨーロッパへ行く。来年1月に帰ってくると国外逃亡を示唆していたが、後日別の挑戦状で警察がうるさくて行けなかった。もうすぐ一仕事してから行くつもりだと述べ、国外逃亡を事実上断念している。 1984年4月10日20時50分頃、大阪府大阪市西淀川区の江崎グリコ本社で、放火が発生。火元は、公務部試作室であり、火は、胸続きの作業員公位室にも燃え移り、試作室、約150平方メートルは全焼。21時20分、本社から約3キロメートル離れた、グリコ栄養食品でも車庫に止めてあった。 ライトバンが放火される。こちらはすぐに消し止められた。犯人はガソリンの入った容器に布を詰めたものに火をつけていた。出火の直後には帽子をかぶった不審な男がバッグを抱えて逃げるのが目撃されている。1984年5月10日に毎日新聞、読売新聞、産経新聞、 朝日新聞の4社に解任二21面相からグリコの製品に生産相が入れたと挑戦状が届いた。さらに挑戦状には全国にばらまくとの予告があり、挑戦状の終わりにはグリコを食べてはカバへ行こうとまで書かれていた。その事態を受けて大手スーパーはグリコ製品の撤去を始めた。1984年6月2日、 グリコ脅迫事件において指定されたレストランの駐車場より約 2.8km 離れた寝屋川市で、障子会社に勤める男性と同僚で、恋人の女性が車でデートしていた。しかし、20時15分頃、停車中に男3人組に襲われる。男性は元自衛官で腕力には自信があったが、さすがに3対1では叶わなかった。 男三人組は男性が無抵抗になるまでオーダーを続け、その校舎に乗せて黒い布袋をかぶせた。一人は別の車に女性を連れ去り、残る二人組が男性の車に乗り込み、男性はグリコ脅迫事件において指定された。レストランの近くまで運転しないと、女性の命を保証しないと脅迫され、犯人の言われるままに行動。レストランの近くまで運転すると降ろされ、 駐車場にある車に乗って別の指定場所まで運転するよう指示された。その後この男性は大阪府警察本部捜査第一課に犯人と誤認され身柄を確保されたが事情聴取中に事件とは無関係なことが判明したため誤認逮捕されることなくすぐに放免された。一方女性は別の車に乗せられ21時半頃に降ろされた。女性は 犯人からタクシー代として2000円を渡されている。6月3日未明、男性の車が寝屋川市の神社の参道に乗り捨ててあるのが発見された。1984年6月22日、大阪二括市の丸大食品に脅迫状が届く。内容はグリコと同じ目に遭いたくなかったら5000万円用意しろというものだった。 犯人はこの裏取引に応じる合図として、パート従業員募集の新聞広告の掲載を求め、高槻市の乗務宅に現金を、ボストンバッグに用意して待機する、よう要求。大阪府警察本部に通報した丸ルは、要求を飲むことにした。1984年6月28日20時3分、犯人からの電話があった。女性による録音で指定場所に来る、よう指示。 大阪府警察本部特殊事件係の刑事7人が、丸大社員になりすまして指定場所に行くと、国鉄高槻駅で指定する時間の京都駅行き電車に乗って、左側の窓に白い旗が見え次第車窓から金を詰めたボストンバッグを投げ落とせと指示するタイプ文字の指示書があった。刑事はボストンバッグを投げ落とさず、高槻駅から終点の京都駅まで乗ることになった。 刑事の一人は不審な男を発見。狐め目の不審男は丸大社員役の刑事を見張っていた。さらに刑事たちが乗った帰りの電車に狐め目の男が乗り込む。刑事たちは狐め目の男を警戒する。しかし、現金受け渡し時に現行犯逮捕して犯人グループを一網打尽にする方針を取っていた。捜査本部は刑事に逮捕権限を与えず。 命令があるまで接触しないよう行動を制限していたため、それ以上のことはできなかった。結局、狐つめの男は駅を降りると改札口を出た後の雑踏に紛れ、刑事は狐つめの男の姿を見失った。7月にも、マル食品取り締まり役宅に現金を要求する、脅迫状が届く。7月6日20時7分、子供の声の録音で指定場所に来る、よう指示。 場所の変更は4回にも及び、最後の指定場所に現金を詰めたバッグを置くよう指示があったが、結局犯人は現れなかった。森永製菓脅迫事件が発覚した後の11月になって犯人がマスコミへの手紙に、高槻市の食品会社を脅迫したとし、ワでも英会費21面相のようになってくれたら、と、丸大食品のキャッチコピー。 わんぱくでもいいたくましく育ってほしいをもじった言葉を使ったことで犯人がマル食品に脅迫したことが暴露されたためマル食品への脅迫が世間に知られるようになった。1984年9月12日朝大阪府大阪市の森永製菓関西販売本部に数千万円を要求する脅迫状が届く。脅迫状にはグリコと 同じ目に遭いたくなければ、1億円出せ、要求に応じなければ、製品に生産ソーダを入れて店頭に置くと書かれており、生産入りの歌詞が同封されていた。脅迫状には、グリコが犯人グループに6億円を支払ったと書かれていたが、審議のほどは定かではない。九月十八日に、犯人から関西支社に電話があり、子供の声で現金の受け渡し場所を指定した内容の、 録音を5回繰り返し再生した。その後、指定場所に行くと、別の指定場所で現金を置くよう指示があり、現金を置くも、犯人は姿を現さなかった。この電話は10月11日に一般に公開された。1984年10月7日から10月13日にかけて、大阪府、兵庫県、京都府、愛知県のスーパーやコンビニから、不審な森永製品が、 相次いで発見された。江崎勝久が当時居住していた自宅のすぐそばにあるコンビニもターゲットにされた。毒入り危険食べたら死ぬで解任21面相と書かれた紙を貼った森永製品が置かれており、菓子の中に生産ソーダが混入されていた。生産入り菓子は13個発見された。この間の10月8日には阪急百貨店などにも、 森永製品を置かないよう要求する脅迫状が届いた。この脅迫状の中では、わしらに逆らよったから森永潰したるとまで宣言している。10月15日には NHK 大阪放送局に生産ソーダの錠剤が送り付けられた。新聞各社への挑戦状にはこの生産ソーダで何人殺せるかというクイズを出し、商品は生産入り森永製品、宛先は 警視、超総務部企画課長、ママ、と記されていた。1984年11月7日、ハウス食品工業総務部長宅に脅迫状が届く。浦上育夫社長の宛ての脅迫状は、現金1億円を要求する内容で、受け渡し日は11月14日、場所は京都市伏見区のレストランと指定しており、別の脅迫状には、生産相談混入のハウス支柱と、 江崎グリコの江崎勝久社長を拉致監禁したときに社長の声を吹き込んだ録音テープが同封されていた。11月14日、指定されたレストランの駐車場には1億円を積んだ車を待機させ、車内にはハウス社員に変装した大阪府警察本部特殊、事件係の刑事が、周囲には京都府警察本部刑事部の刑事が多数配置された。20時20分、 脅迫状の予告通り犯人から総務部長宅に電話連絡がかかる。女の子の声の録音で受け渡し場所を指定。これを機に合同捜査本部は大阪、京都に刑事を多数配置した。指定場所へ行くと別の場所を指定するメモが残されており、場所の変更は4回繰り返された。この間、名神高速道路京都南インターチェンジ付近で 警戒中の京都府警察本部の刑事がキツネ目の男を発見し、合同捜査本部に報告する。この日、キツネ目の男は3回にわたって刑事に目撃される。幾度かの場所の変更指示によって、現金を乗せた車が、大津サービスエリアに向かった。滋賀県警察本部には合同捜査本部から、現金受児への捜査協助を要請されていたが、名神高速道路エリア内は、 大阪府警察本部員を配置するので、名神高速道路に入らないようにと言われていた。しかし、滋賀県警察本部は、突発事案に対応すべく刑事部捜査第一課の刑事二人を大津サービスエリアに配置する。そして大津サービスエリアに配置された刑事は狐目の男を発見する。狐目の男は尾行点検をしたり、 ベンチに何かを貼り付けるなどの得意動向があったものの、職務質問などは禁じられていたため、刑事はそのまま撤収したという。滋賀県警の刑事が撤収した後、大津サービスエリアに到着した大阪府警の刑事は、現金輸送車の様子を伺う不審者を目撃する。不審者の人相は、丸大脅迫事件に目撃された、狐目の男と一致。しかし刑事は、微行や、 職務質問する権限を与えられていなかったため、狐目の男はそのまま一般道路の方へ去っていった。現金輸送車は指示通り草津パーキングエリアへ向かった。そこで名古屋方面に向かい、白い布が見えたら白い布の下の缶に入れた指示書を見ろという指示を受ける。現金輸送車が到着するよりも先に白い布が 草津パーキングエリアから東エコキロメートルの地点の道路脇の防護フェンスに取り付けられているのが発見された。道路管理局の巡回記録によると14日20時50分から21時18分の間に取り付けられたものと判明。しかも白い布が付けられた防護フェンス付近には無線通信が不能な場所があったため合同捜査本部にとっては最悪の展開となる。 その場所は、剣道川辺みその線が交差していた。合同捜査本部はこの剣道と名神の交差部分を封鎖したが、問題の空き感がなかった。犯人らしい男も姿を見せず、22時20分に捜査は打ち切られた。一方、白い布があった場所の下を通る剣道川辺みその線付近で、パトカーがパトロールをしており、一連の事件捜査を知らない。 滋賀県警の所轄所外勤会員が夜なのに無灯火の不審な白いライトバンを発見。外勤会員が職務質問するために白のライトバンに駆け寄り懐中電灯を照らすと運転席に男がいた。しかし白のライトバンは急に発進。白のライトバンはパトカーと激しいカーチェイスを繰り広げパトカーを振り切った。21時25分白いライトバンが発見されたが 男の姿はなかった。白いライトバンは11月12日に盗難された。車と判明した。パトカーが不審者の前方を塞ぐように停車せずに横付けしたことを失策と指摘する論調もあった。取り逃がした。外勤会員は責任を取って後に辞職した。11月19日、ハウス食品工業課長に脅迫状が届く。 11月14日の現金輸送車監視状況が書かれていた。今は森永を相手にしており、暇になったら連絡するとも書かれており、事実上の脅迫休止宣言とも受け取れた。12月11日、パトカーの乗員3人の証言をもとに作成された、不審車両の運転手の似顔絵が公開された。1984年12月7日、 藤花の労務部長宅に脅迫状が届く。脅迫状にはテープと生産相談が同封されていた。12月15日、藤花の労務部長宅に脅迫状が届く。12月23日に大阪梅田の百貨店屋上から2000万円ばらまくことを要求。藤花は従わなかった。12月26日、東京のスーパー社長宅に脅迫状が届く。 1>, 1月5日に、藤川が池袋のビル屋上から2000万円ばらまくことを要求。藤川は従わなかった。1985年1月11日に、藤川脅迫事件が初めて報道され、海人21面相が藤川を脅迫していたことが明らかとなった。なお、事件発生直前の12月4日に、アマチュア無線の7メがヘルツ対オフバンドにて、 21、面相、こちら玉三郎、薬は用意できたか、一二一六、航空券が往復確実に取れて、R6 の地域番号と推定されるへ行く場合は、日帰りで必ず足がつかないように戻ってくるように、藤川やっぱり金払わん中とんのけ、藤川諦めた方がええわな、こりゃなど言う、21面相と玉三郎を名乗る二人の通信が、 北海道岩内郡のアマチュア無線化によって偶然にも傍受録音されていた。捜査本部は犯人グループの可能性が高いと判断して捜査が行われ一部はマスコミ向けに公開された。バレンタインデー直前の1985年2月13日に報道機関にバレンタインデー粉砕を主張する挑戦状が届く。これと前後して東京都と愛知県で 毒入り危険と書かれたラベルが貼られた生産入りチョコレートが相次いで発見される。生産の入ってないものには毒なし安心と書かれていた。この事件では脅迫の対象となったことのあるグリコ、森永、藤川のものに加えて明治聖火とロッテのチョコレートもばらまかれていた。1985年2月24日、マスコミに森永聖火への脅迫を集結させる。 急戦状が届いた。その直後の3月6日、和歌山県の老舗和菓子会社の駿河屋に5000万円を要求する脅迫状が届く。しかし、3月8日に犯人から現金受け渡しを延期する胸の通告が届く。その後、犯人から駿河屋への連絡はなかった。1985年8月7日、ハウス食品事件で不審車両を取り逃した死が、 県警本部長が自身の退職の日に本部長校舎の庭で昇進自殺をする。遺書は残されていないが一般に失態を苦にしたものと解釈されている。ハウス食品事件の失態の責任をすべておわされたことに抗議するための自殺だったとする説もある。本部長はノンキャリアからの叩き上げであった。8月12日、犯人側から 食いもんの会社いビルのもおやめやとの収束宣言が送りつけられた。理由は、その5日前に自殺した滋が県警本部長への香典がありというものだった。脅迫状の届いた会社の一つであったハウス食品工業社長の浦上育夫は、事件の収束を同社創業者で仙台社長である父親の母前に報告するため8月12日に日本航空123便に登場。 その墜落事故で犠牲となった。この収束宣言の後、完全に犯人の動きがなくなった。1994年に江崎グリーコ社長誘拐事件が控訴事項になり、捜査本部の体制は大幅に縮小される。さらに2000年2月13日0時に、東京、愛知で生産入りの火事をばらまいた2件の殺人未遂事件とこれに関わる28件すべてに、 高訴事項が成立した。事件の捜査に関わった、捜査員の延べ人数は130万1000人、捜査対象は12万5000人と言われる。事件発生の6年前の1978年8月17日、グリコに金を要求するテープが、グリコ常務に送られた事件である。1時間弱のテープの内容は、ブラック解放同盟幹部を名乗る初老の男性の声で、 送り主の男は過激派の学生が、江崎の誘拐、グリコへの放火、生産入り菓子のばらまきなどの犯行と引き換えに、グリコに対して3億円を要求する計画を立てているとし、これらの犯行を抑えられないまでも3億円の要求額を1億7500万円に減額できるとして金を要求し、応じるなら指定した手法の新聞広告を出すこととなっていた。江崎の誘拐、 グリコへの放火、生産入り貸しのばらまき、連絡に、新聞広告を使うなど、後のグリコへの犯行を予告するような内容であった。このテープが届く2年前から、江崎グリコ常務宅に、黄金属と名乗る人物が、手紙や電話で脅迫を続けていたという。グリコ、森永事件の捜査本部はこの送り主の男を、グリコ、森永事件の犯人グループの一味と断定して、 犯人グループの一員と目された人物の声門鑑定の材料にした。同時にこのテープの存在が犯人グループの過激派説の一員ともなった。1993年末に兵庫県警が53年テープを1分ほどに編集して公開した。1973年に大阪で起きた大阪ニセヤ金庫事件もグリコ。 森永事件と関係があるのではないかと取り沙汰された。1984年9月18日に森永に1億円を要求した際、マンホールの上に置いた衣装箱の底から1億円を奪取するというトリックじみた手口が偽や関金庫事件と類似しているというものであった。最初は単なる誘拐事件と思われていたが、大手食品会社が次々と脅迫され、実際に シアン化、ナトリウム入りの食品がばらまかれるなど、当時の社会に与えた影響は、計り知れないものがあった。企業への脅迫状とは別に、挑戦状を新聞社や週刊誌に送りつけ、その内容は、警察のアホども、え、など、警察を挑発したり嘲笑うような内容が多い。自分たちの遺留品の細かい出どころまで書いたり、失態の責任を取って、 昇進自殺した滋が県警本部長を男ら収にと表現し、それと対比させて、キャリア出身の責任者を貶めたりするなどしていた。犯行の際の遺留品の多さにもかかわらず、遺留品が大量かつ広範に流通された商品であったため、犯人の特定には至らなかった。犯人グループの車両から採取された L と呼ばれる。 特殊な電子部品の削りカスの廃棄物から捜査が行われたが犯人に結びつく成果は得られなかった。なお犯人も収束宣言の後は一切活動をしていない。警察発表では犯人は何も得てはいないということになっているため一連の犯行の目的が何であったかは不明のままである。前日の通り犯人が1984年9月12日に 森永製菓に送りつけた脅迫状の中でグリコは6億円を支払ったとほのめかしているがグリコをはじめとする被害にあったメーカーは犯人側への金の支払いを否定している一説には脅迫を受けた企業の株価が乱高下しておりそれにより利益を得たあるいは株価の操作そのものが目的だったとする説もある脅迫事件において 検挙の手がかりとなることの多い犯人と被害者との接触では要求を伝える電話に子供の声を使用したり現金の授受,受にあたって無関係な市民を抗金脅迫の上に受け取り役に仕立てるといった従来の常識からは想定外の手口を使いこれも捜査を困難なものにした企業から犯人への連絡手段に対しては犯人が企業に対して 要求に応ずる合図として指定された方法での新聞広告を出すことを要求していたことが明らかになっている。遺留品と同型のアマチュア無線機。簡単な改造で容易に警察無線を傍受できた。犯行の際に犯人グループにより警察無線が傍受されていた。当時の警察無線は周波数さえ合わせれば一般人でも 容易に傍受が可能な FM 方式が主流であり、受信機器も簡単に入手できた。この事件を契機に、すでに警視庁で一部導入が始まっていた傍受、されても、会話の内容がわからないよう暗号化されたデジタル方式への早期の全面移行を進めるきっかけにもなった。グリコ・森永事件の捜査においては、警察は傍受を警戒して、 当時、警視庁に数台しかなかったデジタル方式の警察無線で連絡を取っていた。警察が殺人未遂事件として捜査したシアン化、ナトリウム入り食品に関しても、シアン化ナトリウムが入っていた食品には必ず、毒入り危険食べたら死ぬでの紙が貼られていたのでその、罪状が当てはまらないのではないかとする意見がある。この点の不備を補うべく、 クリコ法庫と流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法が制定された。犯人は1年半の間に警察には挑戦状、企業と報道機関に脅迫状と挑戦状、計144通を出している。結果として、得入り食品による死者は発生せず、誘拐放火などにより命を落とした人もいなかった。犯人は同時期に世間を騒がせていた。 警察庁広域重要指定115号事件や、ロス疑惑についても言及をしている。この事件の犯人については、北朝鮮の工作員、大阪ニセ屋間金庫事件の犯人、総会や株価捜査を狙った指定グループ、元あるいは現職警察官、元左翼活動家、各種の陰謀説など多くの説があり、未だに議論は尽きていない。 狐目めの男と呼ばれる不審者の似顔絵も作成された。事件当時大阪府警本部長だった四方治は昭和一桁世代のリーダーに実行犯グループが3、4人で女も含まれるグループと見ていた。江崎家やグリコの内部事情に犯人グループが通じていたことから出た説である。具体的には江崎誘拐の実行犯が江崎の長女の名前を呼んだこと、 江崎誘拐における身の白金要求の脅迫上で、社長運転手の名前を名指ししたこと、世間一般にほとんど知られていない、グリコの関連会社を知っていたこと、江崎を水防倉庫に監禁した際に、江崎に着せていたコートが戦前から戦中にかけての、江崎グリコ青年学校のものと似ていたこと、グリコがすぐ10億円を用意できることを知っていたこと、などである。他にも、 人質を取ったり放火したりしたことや、脅迫上ではグリコ以外の会社の社長を、葉が松崎、浦上、藤井と名字で書く中で、江崎社長のみ、勝久と名前で書いていることなど他の企業を脅迫した時には、ない特徴があることから、グループの中にグリコに恨みを持つ者がいるのではないかと言われる。他にも53年テープの存在も、グリコへの怨恨が、 原点にあるという説の補強材料になっている。株価操作説の場合、1984年1月時点で745円だった、クリコ株は、社長誘拐、工場放火事件があった翌日5月17日には、598円にまで、下がっている。すなわち、商品に不信を抱かれることによる、株価下落を前提にすれば、結果24.5%の利益を得られたとも、 考えられる。加えて、事件の収束宣言を受けて値が戻ることも前提にすれば、そこねと思われる時点で買いに転じて、さらに利益も得られる計算になる。週刊現代で株式情報の担当記者をしたことの、ある作家の宮崎学は、単純に市場で株式売買するのではなく、企業に自社株を買い取らせるしてで100億円の利益が得られる可能性を指摘している。 宮崎学に任意聴取した刑事もこの説を宮崎に述べたという。警察でも現金ダッシュはカムフラージュで株価操作による利益が目的だった可能性を考えて事件に関係した企業の空売り買い戻しで目立った動きをした人物や団体は徹底的にチェックしていた。中でも当時ビデオセラーという会社を運営していた指定グループは最重要監視対象として 目をつけられていたという。この事件に関しては、被差別部落関係者が関与しているという説もある。その根拠は、9月18日の森永の男の子の声による脅迫テープを分析した結果、周辺環境の音の中に、比較製品に使用される独特のミシンの音が入っていたということ、犯人グループが使用したもののほとんどが、 マイノリティの多い街の近くのスーパーで購入されていたことというものであった。しかし、被差別ブラック関係に対する捜査について、作家の宮崎学は、ブラック解放同盟が抗議をしたため捜査が打ち切られたとしている。被差別ブラック出身者の関与については、一橋文香によるノンフィクション、闇に消えた、怪人グリコ、森永事件の真相で X としてほのめかされ、 この事件をモチーフにした、高村香織の小説、レディジョーカーでも扱われている。犯人グループの一人と目された、狐目の男に告示していること、過去にマスメディアを捜査して、警察と敵対したこと、会社を倒産させて、借金を抱えていたこと、地理的条件やアウトロートの人脈から疑われたが、アリバイがあったことと物証がなかったことから、捜査が打ち切られた。宮崎学は、 噂の真相1八十五年十月号で事件に関して語り、その後も1九十六年に出した自伝、突破者戦後死の影を駆け抜けた五十年で触れたり、グリコ、森永事件最重要参考人 M を表したり、するなどした。宮崎の友人の大谷秋広は、グリコ、森永事件最重要参考人 M や、同時期のテレビ番組で、宮崎のことを犯人として、 疑い、宮崎からの反論を受けた。後に、大谷は2005年に出演したテレビ番組の中で、実はまだ少し疑っているという胸を洗い話として、述べた。大谷は2007年6月に発行された、こちら、大阪社会部アルファ社長誘拐スクープ編の後書きでも、同じ趣旨のことを述べた。しかし、丸大食品事件とハウス食品事件でキツネ目の、 男を実際に2度にわたって目撃した唯一の捜査員は手記で一時期話題になった m 氏など論外ですと宮崎学説を一周している。事件集結後に産経新聞1997年7月4日付長官や週刊文春で報じられた捜査線上で浮上した北朝鮮の工作員関係者のグループである。 53年テープの声に似た兵庫県の貿易会社社長が北朝鮮の非合法活動の黒幕的存在で、その周辺にキツネ目の男やビデオの男によく似た人物がおり、江崎グリコ社長を恨む北朝鮮工作員との証言がある考古学者もグループに属していた。犯人グループがグリコに要求していた1 0 0ラムの金塊を持っていたことから捜査が行われた。 ただし、これは、北朝鮮の国家的暴略というものではなく、北朝鮮の金鉱山への開発投資に失敗して、金策に困った北朝鮮工作員のグループの犯行ではないかというものだった。しかしグループの中心とされた社長は1987年に、すでに死去しており、1998年に行われた首謀者と目された人物の正門鑑定や、 グループ内でキツネ目の男やビデオの男と疑われた人物の面割り捜査で別人であるという結論があり捜査が打ち切られたという1990年頃から捜査本部がターゲットに絞ったのが暴力団の元組長の実業家を中心とするグループである元組長が1979年にグリコから5億円を脅し取ろうとして拒否された過去があること 元組長の銀行口座に被害に遭った企業の関係者から3億円の入金があったこと、犯行に使われたのと同種のは文タイプライターやタクシー払い下げ車両を親族が所有していること、グリコに恨みを持つ人物が周辺にいたこと、53年テープに登場する人物と接点があることなどが疑惑の根拠となった。捜査本部は1992年3月に 元組長をはじめとするグループに任意同行を求めて事情聴取を行ったが容疑を認める者は誰もおらず物資証もなかった主要なメンバーにはアリバイもあった捜査本部が最後に総力を挙げて取り組みグリコ・森永事件の捜査史上最大とも言われるこのグループへの捜査だったがこれをもって事実上グリコ・森永事件の捜査は終了したこの事件で 江崎グリコに次いで脅迫されたのは、マル食品であったが、当初この事実は合同捜査本部により伏せられ、三社目に森永製菓が脅迫された事件を毎日新聞が、スクープし連続脅迫が発覚、社会に衝撃を与えた。事件が、グリコ、マル事件ではなく、グリコ、森永事件と呼ばれるのはこのためとみられる。犯人グループは、読売新聞社に宛てた、 朝鮮上でおよそ30年前の1955年に森永製菓の関連会社である森永乳業が引き起こした森永ヒソミルク中毒事件を例に挙げ森永前ヒソで毒の怖さしとりやないかと森永製菓を挑発していた同じ朝鮮上では明治製菓が当時売り上げ1位でグリコの次は明治が狙われると誰もがそう思うだから明治はやめたという旨も書かれている 山瀬真美が TBS のブロードキャスターで証言したところによると、山瀬の父親は森永製菓の社員だったため、当時の山瀬の家庭は事件の影響を受けた。安倍昭恵は父親が森永製菓の社長だったことから、本人にも警察の保護がついた。作詞家の川内康則は週刊読売市場で犯人に対し資材1億2000万円を提供するから、 この事件から手を引くように呼びかけたが、犯人グループは拒絶した。俳優の京本正樹は、事件で使用された和文タイプライターと同じ型のものを使っていたので、一時、捜査線上に浮かんでいたことを、テレビ番組で告白している。河内温度家元の河内屋菊水丸は、事件をモチーフにした曲をいくつか発表している。1984年に、 江崎グリコへの脅迫収束宣言に曲をつけた作品グリコ事件集結宣言音動をカセットテープで発売し1994年時点で約1万5000本を売り上げたグリコ事件集結宣言音動を制作中に脅迫収束宣言のメモ書きを道に落とし警察から事情聴取を受けたとラジオ番組で告白したアマチュア無専用の144メガヘルツ ハンディ機を受信改造して警察無線を傍受したり、不自家脅迫事件での無線でやり取りをするなど、無線通信に対する知識も高いとされている。ただし、専門職の域には達しない。アマチュア無線機の一部の機種は基板上の簡単な工作で交代域受信が可能だったからである。これらの機種はアマチュア無線ショップで簡単に購入することができ。 アマチュア無線の入門である電話休養であったは一時期6歳児でも取れる国家資格と言われ物議を醸した。また改造方法などを掲載するラジオライフ誌があった。このためこの面から犯人を絞り込むことは事実上不可能だった。なおハウス食品脅迫事件では人質事件以外では極めて稀な報道協定が締結された。 しかし、この協定には疑問の意見が紛失し、まず、日本新聞協会に属さない震災翼系の人民新聞が報道し、続けて、日本雑誌協会に属さない噂の真相の記事が決定打となって、噂の真相の発売日に事件未解決にもかかわらず、報道協定は解除された。この報道協定の件は犯人グループも、 報道の自由の自殺やないかと批判している。犯人からの手紙にも登場する、音響研究所所長の鈴木松美は、テレビ番組、平成日本の夜更けや、ビーバップ、ハイヒールにおいて、電話音声解析の結果、録音されたテープから流れる脅迫文の発信源で、ある、公衆電話、その脅迫文を朗読したと応募しき子供、その声を録音した団地、 部屋まで特定できたが、なぜかその後の捜査の進展はなかったようで、この件に関して何か事情があったのかも含めて真相はわからないと述べた。1985年に起きた大阪連続バラバラ殺人事件では犯人が怪人22面相とした犯行声明を警察に送り届けた。最初は栗こもり長事件の怪人21面相を真似た。 いたずらと推測されたが、届いた手紙には当初公開していなかった、殺害内容の詳細な記述があったことから、犯人によるものと判明。犯人は1995年に逮捕された。1999年12月に、大阪府摂津市で発生した身代金誘拐事件の、摂津省に女児誘拐事件は、大阪、誘拐、関西弁、身代金受け取り場所指示などで、グリコ、 森永事件と共通点が指摘されたが、2000年4月に犯人が逮捕され、関連はないことが判明している。この事件により、グリコと森永は大打撃を受けた。製品は一時撤去され、広告も半年にわたり自粛。森永は当時放送されていたテレビアニメ、キンマンのスポンサーを降板した。一方のグリコも長年スポンサーを務めた、ラジオ番組。 リクエスト合戦を交番それら以外の番組提供は交番こそしなかったが、自粛した。その後両者は特別 CM を放送して、広告再開を果たした後、共にロゴタイプを変更することとなる。またこの事件以降、江崎栗子製品の放送は、開封された場合元に戻せないように設計されている。同時期に、パラコート連続毒殺事件が発生したこともあり、 食品業界全体が放送を不可逆なものにしていく流れとなった。本事件同様、市販の飲食物に毒物を混入した事件としては1977年の生産コーラ無差別殺人事件がある。この事件では東京で2名が死亡、大阪で1名が病院搬送となった。その後、混入対象をコーラから本件同様のチョコレートに変更した事件が、 発生したが、いずれも殺人については未遂に終わった。そのうちの一件では、社会的なメッセージを残すという本件にもつながる行為が見られた。また1982年、アメリカで、ジョンソン・エンド・ジョンソン社のタイレノールに、シアンカカリウムが混入され、7名が死亡する事件が発生している。 事件が発生した1984年には、海人21面相に便乗して模倣犯が、食品企業を脅した、企業強括事件が31件発生したが、すべて摘発された。その後、事件を模倣した犯罪は444件に上り、うち206件が検挙された。この中には、小中学生がファミコン欲しさに、ネスレ日本を強括する、という事件もあった。 1985年にはニコチン入りの製品をばらまくと脅されたロッテが警察に届けずに3000万円を支払う裏取引に応じた。翌1986年に再び5000万円の支払いを要求されたために今度は警察に通報して当時55歳の22号と名乗っていた男は7月3日に逮捕された。この事件で一旦は脅迫犯に屈して 裏取引に応じたロッテは、批判にさらされ、客の安全が第一だったと弁明した。これらの便乗犯を、筑波大学教授の小田進は、小判ざめ犯罪と名付けた。本物の犯人グループも脅迫上で偽物との取引に応じないように企業に呼びかけた。なお、犯人グループは、江崎勝久の声を録音したテープを同封することで、自らが本物である証としていた。 台湾では洗面人として報道され、グリコ・森永事件の解任21面相は有名だったという。1984年12月27日に、台中市に住む34歳の男が、グリコ・森永事件を真似て、インスタントラーメンに毒を入れ食品会社に日本円にして1億5000万円を要求したとして、41時間後に逮捕されるという事件があった。 さらに2005年5月、台湾、台中市のコンビニエンスストアの店頭で、シアン化物の混入された瓶入り栄養ドリンク、バンギューが置枯れ、それを購入、引用した4人が、相次いで、シアン化物中毒症状を引き起こし、うち男性1名が5月18日深夜に、死亡2名が重体となった。この栄養ドリンクには、パソコンのプリンターで、有毒、 持ちカつと印刷されたシールが添付され、グリコ、森永事件を真似た悪質ないたずらとして、現地マスコミが大々的に報道した。台湾の衛生当局は、捕力たちブランドの商品を安全が確認されるまで、発売しないように通達した。5月27日に、犯人の男が逮捕され、強括を目的としグリコ、森永事件を真似たものであると供述した。この、 栗リ森モリ事件の発生から30年にあたる2014年、怪人28号なる人物名を名乗る男から、江崎宛に、あれから30年、お金も作いてきたなどと書かれた、脅迫状が送り付けられ、5000万円を要求する事件があった。男は、恐喝未遂で2014年11月30日に逮捕されたが、栗リ森モリ事件との直接の関連については、 低いとされている。ありがとうございます。